今のもやっぱりリフト&ホールなんですけど、まあ、バイブレーションをイメージしたリフトに、まあ、ホールさせて、やっぱちょっと止めてたらコンってきて、今のはなんかしらブワーって引っ張っていきましたね。やっぱだから多少丁寧に狙わな、そのブルブルさせてバイブレーションで見せてアピールはしなあかんけど、やっぱ食わすには丁寧にやらな食わへんって感じですね。違うのか今。来てる来てる。よし来た。よっしゃ。その前に当たったかな。結構引くよ。これ何サイズじゃ？よしょってか一緒やんサイズ。結構引くよとか言って。これもカサゴちゃんですね。よいしょ。よーカサゴちゃん、ちょっとなんか太ってるこいつね、パッてきて美味しそうですねこいつ形がね。プーンときて重たくなりましたね。ちょっとなんか当たりが少なくなってきたんで、アクションはもっとさらにズル引きに近いぐらい丁寧にやったら来ましたねこれ。ちょっとカラーを変えてみますわ。行ってきますじゃないわ、僕が行くんじゃない、行ってきますって変ですよね、行ってもらいますベビードラゴンに。足を引いてきましたね。来たよ。これも横引くわ。どうなんやろ。あ、そんな大して大きくない。まあいいサイズ。めっちゃ引くな。ベビドラ来たよ。カサゴちゃんなんかナイスサイズですねこれも。持ち方失敗した。あいよ。ちょっとカラーチェンジしてきましたねこれ。これ目標達成ちゃうんですかこれ。カサゴ祭り、ベビードラカサゴ祭り名古屋港。はい、とりあえずカサゴちゃんに癒されたんで、今度はクロダイをまた狙ってみたいと思います。同じく、ベビードラゴンなんですけど、クロダイバージョンの方の分で、エビとカキの餌粉末入りプラス、クロダイカラーでやってみたいと思います。さっきはね、カサゴちゃんの時はテキサスで、まあ、テトラをタイトに狙ったんですけど、今度はクロダイってことで、まあ、リップラップを、ジグヘッドで、まあ、ちょっとリトリーブしながら弾いてくるような感じですね。で結構そのベビードラゴンがこうバイブレーションしてこうブルブルするんで、まあ、クランク的な感じで巻いて使えてアピールできるんで、こうゆっくり巻いてこうそこのリップラップにこうコリッとか当てながら弾いてきたらガンキューンってくるんですけどね。クロダイは結構その暴力的な当たりがめっちゃおもろいんですけどね。
乗らないときはね乗らないんですけど、まあファイトもすごいしね。結構いろんな魚釣ったけど、クロダイは結構引きすごいですよね。でっかいブルーギルみたいな感じ。ちょっと勇気を持ってまあまあ浅い方に。さあ来い、クロダイ。違うんか違いますね、これ。まだ何か根がかりか、なんか動いてる気がするんですけどね。船が動いてるから、マジ来たかと思った今。いや、止まってから動き出したから根掛かりか。もうゴーンって全く来えへんかったから、おかしいなと思って。なんとか当たりナッシングですね。クロダイって関西は言わないですよね。チヌっすよね。名古屋はクロダイ。よっしゃ、来たよ。死ぬかな。おいよ、え、ごめんなさい、嫌がらせ。あれ、これタケノコちゃうんすか。ガシラか。死ぬ、あんなに苦労してガシラ。しかもカメラさんのところにぶっ飛んできましたからね今。ガシラかよ。死ぬかと思いましたね。めっちゃ嫌だりでしたね。あ、危な、取れたけど。一瞬チヌや思いましたわ。けどこチヌやなと思って。はーい。ベビドラで、ベビードラゴン。クロダイバージョンですけど、6種釣れました。こいつは多分、エビ&カキフレーバーがお好みみたいですね。と思ったけど、これも多分カサゴやな。やっぱりカサゴですわ。今のはもう完全に。なんかもうカサゴ祭りですやん。はい、カサゴちゃん。またまたベビドラで。おお、暴れた。これもちょっとやっぱりボトムゆっくり引いてきたら来ましたね。ね。死ぬ来ないですけど、まあまあ、けどカサゴちゃんが反応してくれるんで楽しいですね、はい、じゃあ逃がします。はい、ありがとう。よいしょ。
すごい勢いで沈んできましたね。よっしゃ、なんかちょっと傘ごとの上手なってきたな。はい、お疲れ様でした。カサゴの方はね、結構たくさん釣れたんですけど、まあ、チリの方はね、2、3日前の大雨で、濁りが入ったのと、やっぱ水温が下がったのがあって、まあ、反応がちょっといまいち悪かったんですけど、まあ、チリ製品のベビードラゴンが炸裂して、ちょっと名古屋港カサゴ祭りを楽しめたと思います。はい、で、まあ、ロックフィッシュカサゴなんかはこれからが、シーズンになるんで、ぜひ皆さんも、ベビードラゴンで楽しんでみてください。タコも釣れますね。そんな感じです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。来た来たよ。あれ違うんか違うんか。もうドーンってまた来へんかったからおかしいなと思って、ツン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 ハッみたいな。もっと食えよ、アミエビ入ってんのに。うわ、何何何何、こんなタコ釣れた。マジそんなネタ。ベビードラゴンでタコ釣れました。これこんなあり。